こんにちは、四国メタンです。このチャンネルでは全国各地のアメダスの情報をお伝えしています。今回は栃木県にある大田原アメダスです。気温や風向風速を測定する普通のアメダスです。それでは全体写真から参ります。最初にアメダスの北側から、後ほどお話ししますが、東側からの写真はありません。続いて南側から、すぐそばまで行けなかったので少し離れたところから撮影しています。西側からです。こちらに気温計と湿度計を内蔵した通風塔というものが見えますが、これはこの電信柱のような側風塔の北側に取り付けられています。左側が北になるので、この写真は西側から写しているということになります。最後に北西側から、続いて個別の観測機器を見ていきます。風向風速計です。超音波式です。風向風速計というとこのような風車型のものを思い浮かべる方も多いと思いますが、ここのアメダスでは超音波式に更新されています。製品のカタログページの内容からすると、これが超音波センサーではないかと思います。上向きに突き出た棒のようなものは高性能鳥避けです。鳥が風向風速計に止まるのを防いでいます。雨量計です。除炭がついています。除炭とはこのカバーのようなものです。雨水の補足率を上げるためのものです。雨量計にはいくつかのタイプがあるのですが、おそらくヒーター内蔵式だと思います。ヒーターを内蔵することで、寒い時に雪が降っても熱で雪を溶かし、降水量の観測を途切れることなく行えます。通風塔です。通風塔内ではファンが回っており、下から空気を吸い上げてその気温や湿度を測定しています。監視カメラです。こちらの箱のようなものはデータ変換機です。観測機器から取得したデータを電気信号に変換して送り出しています。結構な大きさです。フェンスの中を観測路上と言いますが、路上の地面は防草シートで覆われています。路上内の配置はこのようになっています。履歴です。一度移転しています。2021年11月の風向風速計の高さ変更は超音波式への変更に伴うものではないかと思います。アメダスの場所ですが、こちらになります。大田原グリーンパークという運動施設の端に設置されています。この辺りに駐車場がありますが、施設の利用がない限り閉鎖されているようです。ウェブサイトを見る限りでは近くに鉄道駅やバス停はないようなので、自動車で行くことになると思いますが、十分ご注意ください。周りにはフェンスがあり、勝手に中に入れないようになっています。東側から写真が撮れない理由もこれでお分かりかと思います。今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。